最近ここ一番笑ったのが、ヒカルさんのその流出した LINE、めちゃ知ってます？めちゃめちゃかっこいいんだよね。あれはバカにするとかじゃなくて、めちゃめちゃかっこよかったんだよ。ちょっと読み上げていい？別にヒカルさんのことさ、別に好きでもなんでも、まあ、仮面舞踏会を世に残したっていうさ、偉大なる功績はあるんだけど、別に好きでも嫌いでもないみたいな感じだったんだけどさ、これ見て一気に好きになったよな。ちょっと読み上げていい？みゆうの今までのいやらしい姿、すべて見せてみろ。ちゃんと知っておきたい。これから俺の性奴隷になる変態の本当の姿を、みたいな。これかっこよくない？もうなんかブリーチに出てきそうじゃない？ なんか、ブリーチに出てきそうなんだよな。めちゃめちゃかっこよくない？もっと俺好みのペットになるように、みゆうの今までのいやらしい姿、すべて見せてみろ。ちゃんと知っておきたい。これから俺の性奴隷になる変態の本当の姿を、波動の96、黒棺。いや、これかっこいい。これだって、残白刀解放するときのさ、決め台詞みたいなとこない？詠唱だよね、これ。文才が凄まじい。やっぱりね、やっぱ最近本も出しただけのことはあって、やっぱ文才までも長けているというかさ、そう、決め台詞だよね。だって、挽回じゃん。だって、ちゃんと知っておきたい。これから俺の性奴隷になる変態の本当の姿を。だって、君は見えているだろうかみたいな、あるじゃん、ブリーチの最初のポエムみたいなやつ、あれ感ない？なんか、君は、なんか僕のスピードに追いつけるだろうかみたいなさ、あるじゃん、なんか、君はついていけるだろうか、この僕のスピードにみたいな。ブリーチを汚すなって言われてもさ、でも、やばいな、なんか、ブリーチガチ勢がいるな、ブリーチを汚すな、すいません。だとしたら、あれだよね。なんかさ、久保大斗さんがさ、全く別のあの、鎖帷子の人にさ、あれ、うんこちゃんも間違えてたけど、あれが久保大斗ってなった時に、みんなさぞかしガチ切れしたんじゃないの？なんか作者以上に切れてたんじゃない？鎖帷子のさ、サーファーみたいなのってこう斜めになってる、この。まあ、拓也さんっていうホモビデオに出演した人なんだけどさ、あれはおもろいんだ。わかんねえ。切れるとことおもろいところの線引きがわからんわ。そう、あれにブリーチ作者久保大斗先生ってつけた人、天才なんだよな、マジで。